世界四大文明より前に存在していた超古代文明について。皆さんこんにちは。今回の世界じっくり紀行は、世界四大文明より前に存在していた超古代文明について紹介していこうと思います。教科書を疑おう。まず世界四大文明を疑ってみるところから始めませんか。世界四大文明、メソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、黄河文明、これが人類最古の文明である。学校で習ってそれらしい話を聞かされてなんとなく納得してきましたが、本当にそうなんでしょうか。本当に世界最古なのでしょうか。いや、四大文明の存在を否定しているわけではありませんよ。確かにあったのでしょう。遺跡や遺物も出土していますからね。しかしだからといってそれ以前に文明と呼べるものはなかったという証拠にはなりません。そこには何の関係もないでしょう。こちらにおわす方をどなたと心得る。人類最古世界四大文明様であるぞ。皆の者、頭が高い、ははーって感じで、それ以前のことに関しては思考停止させられてたわけですね。なぜ見つからない超古代文明。しかし四大文明以前がつまびらかにならなかったにも訳がありまして、物証が少ない、あるいはほとんどない。たまに、ん？なんだこれ？と思うようなものが出土しても、1点2点では何かの間違いだろう、で片付けられてしまいます。出土品は質も重要ですが、量もまとまらないと説得力に欠けます。これをもってして一つの文明が形作られたと胸を張って言えるほどの量が欲しいのです。そして遺跡、遺構ですね。説得力を持つ規模の建築物は絶対必要です。これらのものが見つからない、あるいは説得力を持つ規模では見つからない。なぜなのか。答えは簡単。見つけにくいところにあるからです。鉱山や砂漠、極地の場合もありますが、多くは海底に眠っているのです。四大文明の発生は古く見積もっても紀元前4000年頃です。ところがそれより古い時代、今から2万年から数千年前に地球に大きな変化が起こりました。海面が100メートルから130メートルも極めて急激かつ大規模に上昇したのです。これには氷河期の終わりが関係しています。今まで陸上に氷として存在していた水が気温の上昇とともに溶けて海へ向かって流れ出し、結果海水の量が格段に増えたのです。文明は極端な高地よりはなだらかな平野部、そして水の供給が保障されるところに発生します。この条件を満たす地域は海面上昇により沈んでしまった可能性が高いのです。現在四大文明と呼ばれているものは、たまたまこの海面上昇の収束期に陸地にあったところに発生したものなので、発掘されやすかったのですね。しかし現代では潜水技術、探査機能も飛躍的に進歩しています。徐々に太古の文明が姿を現すと期待されています。待っていられない人のために。そうは言っても発見されるのを待っていてはこちらの寿命が尽きるかもしれないので、現在のところ分かっている範囲でいくつか例を挙げてみましょう。注目すべきは海面上昇で水面下に没した100メートルほどの大陸棚ですね。しかもそばに大河が流れていればなおよろしい。インド、カンベイ湾海底遺跡。2002年1月16日、インド、ニューデリーで記者会見が開かれました。会見に臨んだのは、ジョン科学技術相と自然科学者、インド国立海洋技術研究所 NIOT の所員たち。 NIOT はインド西部グラジャート州カンベイ湾の海洋汚染の調査をしていたのですが、その時撮影したソナー写真に都市の跡としか思えないものが写っていたのです。沖合30キロ、海面下40メートルの海底の写真でした。早速調査チームが編成され、異物収集に努めた結果、化石化した人骨、石器、土器、
象牙、宝飾用の輝石、ビーズなど2000点を超える遺物の引き上げに成功しました。さらに調査を進めると、古代の川の堤防に沿って作られた都市上の集落、穀物倉庫と思わせる巨大建造物、モヘンジョダロの浴場を思わせるプール状の構造物も発見されました。遺跡の年代が問題になるところですが、放射性炭素年代測定が可能な石化木片2点も出土していました。この木片には人の手による切断跡があり、1点ずつバーバルシャーニ古植物学研究所 BSIP とインド国立地球物理学研究所 NGRI に鑑定が依頼されました。鑑定結果は、 BSIP のものは7500年前、NGRI のものは9500年前との答えが得られました。ここで気になるのは、インダス文明との関係です。地理的にそれほど離れてはいません。インダス文明の最繁栄期は4500年前、この木片との年代差は3000年から5000年で、カンベイ湾海底遺跡を残した文明がインダス文明へと受け継がれた可能性があります。フランス・マルセイユのコスケ海底洞窟。マルセイユ近郊にカシスという港町があります。そこから船で30分ほどのところにある切り立った岩壁の下で、地元のダイバーアンリ・コスケは水深40メートルの海中に洞窟の入り口を発見しました。小さな狭い入り口で、洞窟内部も細く入り組んでいましたが、道は徐々に上方向に向かい、300メートルも進むと水のない空洞、エアードームに出くわしたのです。コスケは浮上して壁にライトを当ててみました。ライトの光の輪の中に浮かび上がったのは、人間の手のひらを描いた壁画でした。それだけではありません。あたりの壁一面に牛や馬、ヤギなどが描かれていて、保存状態も素晴らしいものでした。これらの動物の中には、牛や馬に混じってペンギンやアザラシを思わせる生き物が描かれていました。このことから、当時はこの近辺に現在とは違う生態系があったことがわかります。この洞窟は発見者の名を取ってコスケ海底洞窟と呼ばれるようになり、その後調査が進み、手のひらの壁画は27000年前、その他の動物壁画は2万年前のものと判明しました。これは同じくフランスのラスコー洞窟の壁画やスペインのアルタミラ洞窟の壁画と同じ年代なのです。洞窟に残された壁画だけで文明が存在したとは言えません。継続調査が待たれるところですが、その後素人ダイバー3人が洞窟へ入ろうとして死亡する事故が起こったため、フランス政府によって洞窟は立ち入り禁止になってしまいました。パルネネズ遺跡、エルラニック島。巨石のパルテノン神殿、パルテノンメガリティーク。パルネネズ遺跡をこう呼んで称賛したのは、文化大臣も務めたフランス人作家アンドレ・マルローです。イギリスのストーンヘンジが有名ですが、ヨーロッパには巨石を連ねた遺構がいくつも残されています。その一つが、英仏海峡に面したフランスのサンマロ湾に突き出すプレゼック岬にそびえるパルネネズ遺跡です。石を数段にわたって長方形に積み重ねた構造で、長い方の一辺は75メートルあり、6500年前の墳墓と考えられています。一方、大西洋に臨むフランスビスケー湾側にはエルラニックという島があるのですが、ここに海に沈み込むストーンサークルが築かれています。すでに1800年代には考古学者が調査に入っていたのですが、その時海の中にもう一つのストーンサークルがあるのを発見しました。ここのサークルは二重になっていたのです。付近の地上ではいくつかの巨大墳墓や土器、石器なども見つかりました。1990年になり、本格的な潜水調査も始められ、エルラニック島に人々が住み始めたのが6000年前、サークルの建設は5500年前と推定されています。この2カ所の遺跡は英仏海峡に近いわけですが、実はここに未知の古代文明が存在した可能性があるのです。英仏海峡から大西洋にかけては最新でも120メートルの大陸棚が続いており、氷河期を終えた後も8000年前までは陸地でした。この文明がいつ頃発生したのかは分かっていませんが、
少なくとも8000年ほど前まではこの地に住み続けていた可能性があります。海峡の中央部あたりには古ヨーロッパ湖と呼ばれる大きな湖があり、その湖を貫くようにタイガ、古ヨーロッパ川が流れていました。そして初期の巨石遺構のほとんどが英仏海峡の両岸とその周辺地域に集中して分布しているのです。おそらく最初に中央部の川や湖の付近に住み着いた人々が文明を築き、その後氷河期の終わりとともに上昇する海面に覆われて現在のイギリスとフランスに分かれて住むようになった。その時に携えていった巨石文化の痕跡が現在も英仏海峡の周辺に点在していると考えられます。この他にも海面下に沈んだ文明跡と思われる遺跡はいくつかあります。日本の近くだけでも与那国海底遺跡をはじめ、南西諸島沿いに残された遺跡群、愛知県間塚遺跡、津軽海峡海底遺跡などいくつもが数えられます。潜水技術、調査技術の進歩につれて教科書が訂正される日が来るかもしれません。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらのボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。